愛です。ほのかです。気まぐれシェフへようこそ。イエーイ。第4弾今日は何しますか。今日は何しましょう。今日はですね、一発牛丼。イエーイということで、はい、牛丼も一発でですね作ってしまいます。牛丼からですねそうなんですよ。牛丼からですよね。牛丼から牛丼からです。茶色で今日は、はいはい、合わせてみました。はい、では実は私のポイントはこの後ろ。いや、かわいい。かわいい。めっちゃかわいい。はい、で、その黒に合わせてイヤリングも黒に。なんなぁ、私は言ってもっと早めに言って、私はなんかこんな感じで見て、キラキラしてた。はい、今日飲むのは、はい、アセロラジュースを炭酸水で割ってみました。はい、私はそれのレモンバージョンです。はい、リーキちゃんはなんと混ぜました。アセロラとレモンの融合ですね、はい、です。めっちゃ可愛い。でも色がじゃあ夏だね。はい、乾杯します。では乾杯。乾杯。よっしゃい。でも夏っぽいね、めっちゃ。あ、美味しい。美味しい。はい、どうぞ多少ハプニングありましたが、はい、はい、ではなんでしょ、行く、はい、今日は、はい、あ、牛丼なんでね、はい、牛肉ね、はい、牛肉、150g です。はい、玉ねぎ、玉ねぎは1分の1、はい、スライスしてます。生姜すりおろしちょっとなんですけど、はい、今日はないんでチューブでやります。醤油、はい、50です。 50cc です。みりん、みりん、みりん20です。20です。 20cc です。で、お酒も一緒、20です。20です。お砂糖も大さじ1。白だし、これは小さじ1入れます。お米、お米2合で、温玉を今日はね、上に乗せるので、ここにちょっと水半分ぐらい入れてます。はい、卵、生卵が入ってます。で、これシリコンのカップとかでも代用可能です。はい、お水400です。はい、はい、あのお米の、お米同じと同量。そう、うん、お米と同量です。はい、のお水。はい、以上。はい、オッケーです。はい、お鍋はじゃあ今日はダイソースパンですと内鍋使います。はい、なので一発やから、うん、実はご飯を炊きながら、うん、下でご飯炊きながらここに牛丼の具を入れて、うん、ご飯炊きながら牛丼の具も一緒に作れちゃうみたいな、うん、なので一発牛丼、はい、すごくない？温玉ですけど、ね、あ、そう、温玉も一緒に作っちゃいます、うん、イエイ。はい、では早速作りましょう。はい、はい、作っていく。じゃあ入れていきます。はい、ではこのカメラ、はい、お願いします。はい、お米入れます。じゃあ、はい、水入れます。はい、で内鍋でセットして、玉ねぎ下にしてください。で、お肉、お肉もドーン。はい、お肉もドーン。はい、はい、醤油で、お酒で、みりん、砂糖、はい、あとはこの温玉するので温玉をのせる。グイグイ。はい、こんな感じで、はい、入れました。はい、じゃあ蓋します。で、火にかけます。中火スタートです。8スタートで、で、蓋がカタカタ言ってくるので、カタカタ蒸気が出てきたら、弱火に落として、そこから10分です。それでも完成ということで、はい、はい、はい、蒸気が出てまいりましたので、はい、これから火落とします。蓋はちょっともう開けずに、うん、3に落として、ここから10分です。はい、ではなりました。ちょっとオープンします。はい、っていう感じで、ちょっとね、まだね、見て、赤いから、はい、ちょっと赤いね、うん、はい、なので、ご飯はでも実は炊けちゃってる。いきますよ。
ので、はい、はい、ちょっと加熱が足りない場合は、はい、じゃあご飯外しますね、はい、ありがとうございます。もう直接実はここに置いておいて、はい、はい、内鍋を、はい、直接インダクションに置いてください、はい、で、これで加熱します、はい、で、ちょっと火を通らせます。はい、はいはい、じゃあまだちょっともし火がね、ちゃんと通ってなかったら、もう、中火の8でスタートして、はい、もう蓋、はい、内鍋に蓋して、はい、ちょっと火を通してもらったら完成です。はい、完成です。はい、はい、こんな感じで火がもう通ったので OK です。はい、はい、じゃあご飯に盛り付けます。はい、はい、では完成ということで、はい、いただきます。いただきます。はい、いただきます。じゃ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 ん。うわ、どうどう、牛丼、牛丼、うん、めちゃくちゃ牛丼、うん、おいしい、うん、あ、おいしいね、いる？あ、うまっ、めっちゃ牛丼やん、うん、おいしい、おいしい、一発でできます。一人暮らしの人最適ですよね。最高、うん、で、ね、今日牛丼やけど、あのうち鍋のところを、うん、鶏肉と溶き卵で親子丼、うんうん、もできるし、応用感も、そうそうそう、あとは豆腐と、うん、麻婆のさ、麻婆丼もできる、あの、なんていうの、ひき肉と、うん、なんか味噌とか、うんうんうん、やってみて、めっちゃいい、うんうん、麻婆丼もできる、一発麻婆丼、丼系できる、丼系できるのすごいね、うん、一発で、はい、ということで、うん、今日も美味しかったですね。美味しいですね、うん、また次回もお楽しみということで、うん、チャンネル登録と、高評価ですね、こっちのボタンね、と、コメントお願いします。お願いします。バイバイ。今日はね、はい、ちょっと現場変わりましたね。バイバイ。濃厚かぼちゃケーキです。ちょっと私のだうわ、あー、美味しいめっちゃかぼちゃ。